神戸電鉄鈴蘭台車両基地。新鉄線系列の先頭車と運転台撤去車が並んでおり、撤去後の違いがよくわかる。阪急3300系電車。左は製造時から中間車、右は運転台撤去車。阪急3000系電車の運転台撤去車を車内から見る。仕切りの向こう側に簡易運転台を収めた箱が見える。 阪急5000軽電車の運転台撤去車。運転台後に座席が設置されている。阪急7300軽電車の運転台撤去車。運転台後に座席が設置されていないが、近年の更新車なので扉が設置されている。JR 北海道785軽電車の区派784型で、料金制特急車では、珍しい運転台撤去車。類例には、 近鉄6 8 0系、1万系、1万1 4 0 0系などが存在する。JR 北海道7 8 5系、電車中間車か改造車、運転台の撤去、乗務員で入り口は封鎖され、かつガラスには、フィルム等の加工が確認できる、増結用に運転台の撤去、完全に閉鎖処置された、七百八十五から三百三 k 9八百。 軽電車の中間車か改造車の連結部、運転台撤去車とは、必要がなくなった、運転台を撤去した、鉄道車両である。機動車より、電車、日本国有鉄道、JR より、私鉄、関東の私鉄より、関西の私鉄、ローカル線より大都市近郊路線、郊外輸送系鉄道より、インターアーバン、クロスシート車などの特急系車両より、 ロングシート車などの通勤系車両、新しい車両より古い車両に比較的多く見られる。これはかつて、今ほど、編成の固定化が行われていなかった時代、製造されるほとんどの車両が先頭車で、中間車は少数しか製造されなかったが、大都市圏の路線において編成量数が、年々長大化、固定化し、先頭車の必要数が製造当初より少なくなった。 ことが理由であるこのため製造年次が新しくなるにつれ超編成化が進んでいるので、以前と比べ運転台的去者は減少傾向にある。先頭車を中間に組み込むときの対応としては、毎日運用の度に異なる編成同士の連結、解放を行う事業者と一度編成外をすると、先頭車が閉じ込められたまま当分出てこない事業者に大別される。 後者は、当分使われなくなる先頭車が発生することから、運転台撤去車の発生する確率が高い。特に、阪急電鉄や京阪電気鉄道は、後者の代表例であり、1960年代までに製造された形式の大半に運転台撤去車が存在し、車両誌を語る上で欠かせなくなっている。また新車を増備する際に制御電動車を中心に、 製造し、全世代の車両は古くなると、モーターや、運転台を撤去して、付随中間車となる手法も存在し、東京メトロ銀座線や、京王井の頭線の旧性能車両では、比較的構成までこの手法が見られた。乗務員室を使って、業務を行う乗務員にはあまり関係ない存在だが、撤去工事など、車両のメンテナンスを行う、車両部にとっては、 乗務員により気にすべき部分の一つである。完全に撤去されず明確な跡が残ることが多いため、鉄道趣味人、特にスタイル派、編成把握派、車歴派などにとっては、趣味研究上の重要なポイントとなっており、例えば、参考文献、出典として挙げている、各鉄道趣味関係の書籍においても、本来の先頭者と運転台撤去者が共存している。 場合、両者の写真や解説を並べて載せている。運転台の撤去基準やその方法は、国土交通省や車両メーカーが規定しているものでなく、各鉄道事業者が自由に行う、工事のため、様々な形態や種類が存在する。ここでは、比較的よく見られるパターンを以下に挙げる。各形式の詳細については、 形式別のリンクから各説明を参照。近鉄8000系電車より、爆破被災者空8559を編入した、運転台撤去車も8459で、独立窓を一つずつ設置。先説明の3に相当。近鉄8000系電車より、初代も8417を編入した、運転台撤去車も8461。 こちらも、先説明の3に相当するが2連窓。乗務員室扉は、残す最も簡単な仕様。扉ははめて、開閉機能は、殺すことから、はめ殺しと呼ばれる。乗務員室扉の窓については、換気手段のため、乗客が開閉できる構造で残した仕様も見られる。乗務員室扉とほぼ同じ幅の縦長窓を、 設ける3のように通常サイズの客用窓が入れられない場合の仕様。乗務員室扉自体を撤去して窓をはめ込む、この3種類の仕様では最もスマートに見える。西武351軽電車の撤去運転台は当初1だったが更新時に3の仕様となった。ただし採用した窓のパーツが粘土により微妙に異なるため、撤去部の窓だけはアルミサッシとなった。 運転台撤去のみ、微妙に窓が異なるケースは、東部パス線系電車などにも見られる。初代半球線系列の撤去運転台は、当初1だったが、冷房装置搭載時に2の仕様となった。2000系以降は2で撤去されている。近畿日本鉄道で6800系から8800系まで一貫して採用された、ほぼ同一の車体デザインでは、先頭車が、 D1D2D2D2D1、中間車が 2D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 1 の窓配置をとっていたが、運転台撤去車には2の仕様で 11D2D2D2D1、3の仕様で独立窓を組み込む 11D2D2、D2D1、3の仕様で2連窓を組み込む 2D2D、2D2D1 の3パターンが存在する。 運転機能が撤去されても乗務員室は残っているもの。山陽電気鉄道250系電車の250.251252.254256号車。A 断1300系電車の1359.1366号車。小田急9000系電車。名古屋市交通局3000系電車。国鉄301系電車の区波301系。 クモハ300型など、使わなくなった乗務員室は乗客が立ち入り禁止となったままである。このケースは比較的少ないが、東武鉄道では8000系、1万30系、3万系など多くの車両に見られる。乗務員室後に乗客も入れるように整理されたが、乗務員室と客室の間に仕切り壁が残っているもの。阪急によく見られる。 仕切り壁は撤去されたが座席が設置されておらず、立ち席スペースになっているもの。山陽電気鉄道に1300軽電車など、多くの車両に見られる、座席まで設置したもの。西部サハ1311型では、更新前が3、更新後が4のケースとなった。しかし走行、営業運転に必要な機器が完全に撤去されず、 窓状に出っ張った機器が残る場合もあり、先の西部左派1311系のほか、A 段1200系電車、A 段1300系電車、阪急5000系電車の初期のリニューアル車、KQ800 系電車などに見られる。運転台は業務室に改造されたため、出入りが基本的にできない例及び完全に閉鎖されたが、 大きな改造は施さず運転台の撤去のみ、施行された、例、前車は、JR 北海道785系電車スーパー、白鳥造血編成、後車は、スーパーカムイ編成の中間車改造編成近鉄、3000系電車の運転台撤去車も3000に、全消灯や微灯を板で塞いだ跡が見える、ステンレス車体は普通高車体より、 各種パーツの再加工が困難であり、外観に先頭車のデザインがそのまま残るケースがほとんどである。東急7600系電車、近鉄3000系電車など、京成3600系電車も中間に組み込まれた先頭車が多数存在するが、一部は完全な運転台撤去車にはなっていない。しかし、2004年より運転台撤去工事を行った。 小田急線系電車から完全な運転台撤去車とする例も出てきた。小田急線型では運転台寄り側扉より前の側板を張り替えることによって乗務員扉を撤去して新たに窓を設け、前面も FRP 製の全面カバーを撤去し他の中間車と同様の平妻の爪板に交換している。他の中間車には存在しない幅1 5 0 0ト、mm、ルの 側扉があり、そこだけ、戸袋窓が存在しないことや、側面のビードが途切れている箇所があること、屋根状に、アンテナの台座が残っていることなどから、運転台撤去者の判別は容易である。2014年からは、京王8000系電車の運転台撤去も、開始されたが、運転台撤去部分は普通校であり、その部分だけビードがないほか、 京王9000系電車に類似した、戸袋窓なし、つま板窓なしの仕様であることから、小田9000系以上に運転台撤去車両の判別は容易である。なお、小田9000型も2016年以降のリニューアル工事により運転台撤去工事を行った車両は、京王八0系とほぼ同様の工法で施行されている。 中間車の貫通路やホロに広幅を採用するケースはよく見られるが、戦闘車の正面貫通路は広幅にすることが困難であり、強幅となる。こうした貫通式戦闘車が運転台撤去車となる場合、貫通路には撤去前の寸法を生かした強幅が採用され、製造当初から広幅貫通路を採用する中間車と幅が合わないケースが存在した。 この場合は、広幅側にアダプターをつけ、幅を強幅側に合わせる処置が取られる。逆に運転台撤去車と未撤去車が連結すれば、どちらも同じ幅となるため、問題はなかった。後術の完璧な運転台撤去車とケースが重なる形式もあり、東部7800系電車、阪急920系電車などに見られる。 国鉄モハ重計形式図。パンタグラフのある左側が撤去運転台で、連結面と窓の間が右側より10センチメートル。長いことで、かろうじて運転台撤去車であることがわかる。中間車形態に改造された5770号車は、写真手前が撤去された部分であるが見分けがつかない。五千百0には五千七百番台の形式は存在しないので、 車番で区別するしかない。撤去された運転台が中途半端であることは前述したが、後が残らないほど完璧な運転台撤去車も存在する。わずかな違いとしては、微妙に寸法が異なるだけで、それも見るでは全くわからず、あらかじめその車両が運転台撤去車であると知っておかねば気づかないほどである。 国鉄モハ 30K モハ 10K、国鉄模波 63K ハ七 72K、京成 3000K、300050K、3 1 0 0 k 東部パ0 0 k 電車、小田急 4000K 電車の一部、阪神 3601.3701K 電車 7601.7701K、大阪市交通局 10K 電車の 1700K の1716、 1> と1 0 a 系電車の 1700K の1717 17、阪急5 1 0 0系電車5128回の5779から5770など。なお、小田急 1000K 電車などのように、車両メーカーの手によって施行されるケースも存在している。運転台は、必ずしも全て撤去する必要はなく、車庫や工場での入れ替えのために運転台機能は、 残すが、営業線上で必要な機能のみを撤去するケースが存在する。厳密には、運転台撤去者ではないが、運転台から不要な機能を撤去するという概念は、部分的に共通している。三疑鉄道200系。三両一編成でデビューし、近鉄時代に、正面非貫通のまま運転台撤去。270系と編成が固定されたサイク200には、 運転台復活。反対側の奥101はくさび型正面のまま貫通化。都市部で運用されていた車両が、市線やローカル施設に転出すると、必要とされる、編成両数が一気に短くなり、先頭車がより多く必要となる場合がある。この時に当初から中間車として製造された車両に、運転台を増設するより、運転台撤去車を利用して、 運転台を復活させる方が容易であるため、こうした改造を施された車両も一部に存在する。主な例としては、以下の車両が挙げられる。ありがとうございます。